それでは第1回中デッキ狩り講座やっていこうと思います。今回テーマにするのは新 SR 劉備、川原劉備の強者の大得ですね。このカードは最近上位勢のプレイヤーが多く使用していて、対策に悩んでいる人も多いかと思うので、このデッキに対してどういう風にやっていけば勝てるかというのを中心に話していこうと思います。今のところはこの、大得デッキとは5回マッチしているんですが、5回とも勝てているので、結構このデッキへの対策は得意な方かなという風に自分では思ってますので、それをちょっとテーマにしていこうかなと思います。右上の用紙は寛平が振り向きを警戒して1回止まれば工場入りそうだったので振り向きませんでした。申し訳ありません。でここは内乱取れそうなので芝生は上へ上げていって塗りを進めていきます。でここコレツは振り向かれて迎撃取られると結構痛手なので、1回止まってライドウの走った輪立ちをなぞるように追っていって振り返って内乱一発、最後ちょっと1回コレツがライドウから離れてしまったので危ないところはありましたが、まあ運よくなんとかなったという感じですね。で幼鳥は城に帰るよりも歩兵した方が早いので、ここは歩兵で回復で、ちょうど部隊の復活と兵力回復が整ったので、ここで全開の状態で幼鳥で、火星の駆動、これは永続計略なので生存している限り続きます。でここからですね、では劉備の対策について話していきますか。まずこの号令なんですけど、回復量は6割強とすごく多めなんですけど、敵部隊を倒す力は指揮6で武力3分しか上がってないんですよ。何かのダメージが上がったり速度が上がったりしているわけでもないので、どうやってして時間を切らすかなんですが、まあ、このようにして工場ゲージをギリギリまで貯めさせていれば、まあ、1.5 カウント分時間を稼げるので、そこから乱戦しても敵部隊を倒す力が上がっているわけではないので、このようにして、まあ、守りきることはそんなに難しいわけじゃないっていう感じですね。なるべくこちらが高いラインで撃たせて、で撃たれた際にある程度部隊をさっと返せるような状態を作った上で撃たせれれば、まあ、こんな感じで大得撃たれてもまあなんとかなりますよという感じで、ここもコレツが振り向かれて迎撃撤退するとかなり痛手なので、ここは安全策。リスクを犯す場面なのか安全策でいい場面なのかを極めていくっていうのは、まあこれはどのデッキ相手でも一緒なんですけど、大得デッキって基本的に槍3本以上入っていることが多いから、その分機動力が低くてリスクを犯す必要がない場面っていうのができやすいんですよね。なので足が重めのデッキ相手には、こういう感じで慎重に慎重に行くのがちょうどいいのかなと思います。というところで相手は、カンペ若武者の一戦、まあ主人公が最も武力の低い敵を対象にするのってどうなんだっていうのも出た当初は僕思ってたんですけど、よくよく虫奉行を考えてみると、話の序盤の方はムガイ殿が敵のまあ親玉をやっと戦うケースが多くて、まあジンベイはあんまり、まあ、その結構下働き時代みたいなところからスタートするので、その原作初期のイメージなのかなという感じですね。だからこう一番武力の低い敵を対象っていう感じなのかなというふうに思っております。で、ここはカウンター気味にコレツを打っていって、ここで一気に白ゲージ差を取って
あとはまあ先ほどのと同じように大徳を撃たれても怖くない形を作っておいて流すか、それとそれかもう一つの方法を取るかですね。基本的に大徳相手の対処っていうのは10か0かの2つがあって、まあもう一つの対処法っていうのはあれですね、この計略9カウントかけて60% ほど回復するんですけど、言ってしまえば3カウントの間には2割しか回復しないんですよ。まあそれがどういうことかっていうのは、まあ、この後やると思います。2度目はない。一瞬で兵力が回復するわけではないというのがミソですね。さて相手は劉備強者の大徳、王道ってやつよ。王道を行く。でこちらはこれで武人の心得。そういえばこれ武人って略すると武神とややこしいですから、心得の方がいいんですかね、略しようって。まあ心得って略してロード・オブ・メジャーの方をイメージするのって、まあどうなんでしょう、宮崎敏郎選手のファンクスかね。さてお互いに、職軍の大攻勢、新軍の大攻勢で、この豪装ついているところがポイントですね。で豪装にさらに新鋭の目覚めで、豪装にさらに豪装を重ねていく、まあ、これがもう一つの対処法ですね。3カウントで2割、 1.5 カウントならば1割しか回復しないんですよ。なかなかやるじゃねえか。まあ、お互いにぶつけてこのダメージを大きくぶつけ合うような展開になれば、もう向こうの回復よりも先にダメージが入るんで、あれですね、スライムが再生する速度より速く拳を叩き込めみたいな、そんな感じですかね、バトル漫画でいうところの。まあ、こういう感じでやっていければかなり大徳相手は安定して勝利が取れるのではないかなと思います。終始入っている方の場合は終始打つ分で白ゲージのリードかもしくは色差のどちらかが取れているので、相手のフルコンに合わせて1部隊ずつ順番にこの豪装で消していくという感じですね。今回は相手が大徳のみだったんで、面と面でぶつかり合って一気に潰すというやり方が取ることができます。という感じで、対大徳の、まあ、僕が今のところ大徳相手にどういう感じで勝てているかみたいなのをお話しさせていただきました。ここまで見ていただいてありがとうございました。需要があればこういう感じの動画もまたやっていこうと思います。それではお疲れ様です。必ずや立派にお勤め果たしてまいります。やるじゃねえか。申し訳ありません。いかん、鎧に傷が。やるぞ。ぶっ飛ぶ。Hey!
俺の行く王道ってやつよ。申し訳ありません。頑張ったのに。待て待て。いかん、鎧に傷が。それ。ちぇ、参ったな。死んでも諦めねえ。どれ。やるじゃねえか。まだ武器は残ってる。自分が必ず守ってみせる。国に帰ります。目覚めろ。へえ、なかなかやるじゃねえか。待て。マジっすか。やるぞ。な、硬い。深追いしたか。ぶっ壊せ。
死んでも諦めねえ。復してくれよ。